W 解説韓国が日本企業の資産を現金化した場合、日韓漁業協定の破棄はカウントパンチになりうる。韓国が日本企業の財韓資産を現金化した場合、日本の対応はどうなり、1965年の日韓協定はどのように変わっていくのかを検討してきた。今回は日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定。 日韓漁業協定を中心に日本の対抗措置、制裁はどのようになるのか検討してみよう。旧朝鮮半島出身者らへの医者料、賠償金のために韓国が日本製鉄の財韓資産を現金化した場合、日本は日韓請求権並びに経済協力協定違反行為とみなすことになる。日韓基本条約本文及びその付属協定。 交換公文というパッケージの一体性を維持するためにも日本も同様に日韓基本条約本文及びその付属協定交換公文に制約されず対抗措置制裁を取り得ることは前回も指摘した通りだ条約においてビュッフェ式やつまみ食いを容認されないからであるそれでは日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 日韓漁業協定に日本が拘束されず、対韓対抗措置、制裁を取る場合に、どのような結果があり得るのか。日韓漁業協定は、韓国にとって極めて有利なものだった。特に戦後の貧弱な漁業、水産業を保護すべく、海洋法に関する国際連合条約、1982年国際海洋法条約によって、 排他的経済水域の権利が認められるよりも前に、韓国は、利昇番ラインを設置していた。日本の漁労活動領域に制約を課しつつ、漁船233隻を打捕、漁師2791人、打捕、抑留死亡5人を拘束して、人質化し、対日外交カードとして、用いようとした経緯があった。結果的には、人質と化した。 欲流漁師らの解放を優先せざるを得なかった日本が、一広大な水域を韓国の経済水域として譲歩し、二広大な共同水域も設け、三規制取締りを全席国のみが行えうる帰国主義、とさせられたからである、九州と日本海側に選挙区を持つ政治家らとしてはやむを得ない部分もあった。したがって、 1995年のキム・ヨンサム、金ヨンサム政権下で、与党議員らを中心に、日韓基本条約の見直し運動が起こった際、同年10月26日、見直し促進の国会決議、またそれに触発された在日コリアン社会でも挑戦、総連形式者まで加わって、条約の見直しを訴えた際も、在日韓国青年連合、在日韓国学生同盟編、 過去と冷戦を超えて、今日韓条約を問う1996年、この漁業協定は韓国、場合によっては北朝鮮にとって極めて有利だからと維持を求めていた。結果的には1982年、国際海洋法条約、1996年発行、との齟齬を埋めたり、あまりに悪質な漁船の横行を防いだりすべく、1998年に、政権と、 近代中政権の間で、竹島周辺水域の共同水域化、韓国側の既得権、水域面積の維持等といった体感情報をした上で、新たな協定へと改正された。しかし、それでも韓国漁船による協定を無視した漁労活動のせいで、2018年以降は合意打結に至っておらず、韓国、南海岸地帯を中心とした漁業、水産関係者からは、 共同水域や日本の排他的経済水域における活動に支障が出ているとし、既存の協定による早期の打結を求める運動があるくらいだ。こうした点を踏まえると、韓国の現金化により日韓協定が無効化、空洞化された場合、日本の措置は、1日間間は400回以上離れていない水域もあるので、基本的には中間線を設定しつつ、 日本側排他的水域をきちんと設けて、二帰国主義を止めて、侵入漁船、違法操業は、韓国であろうと、第三国であろうと、日本が取り締まり、三竹島、特土、独島周辺水域も、海上保安庁等の護衛のもとで日本側の漁労活動を認めて強行する等の、対艦対抗措置、制裁、などが想定される。三は、 尖閣諸島で中国がやっていることと同様に軍事紛争の可能性もあって選択しづらいものの少なくとも一には国際海洋法条約国際社会においても認められる外交カード実質的な対艦制裁となりうるだろうもちろんこのまま漁業交渉のみ延々と続けるだけでも協定の再開を認めないだけでも日本としては十分な効果が出ているのが現状だしかも 日本にはほとんど損害が生じない。したがって、対韓対抗措置、制裁としては、対韓請求権の復活や、1965年以降の経済協力等の返還要求や、韓国の在日資産の差し押さえといった政治的な、コストの高い手段よりも、容易かつ安価な対韓対抗措置、制裁手段となり得る。また、しばしば耳にする。 日本の大韓金融制裁のように、無関係な第三国にも、通貨危機を招きかねない、手段等よりも、身に目立たず、韓国にカウントパンチになりうる。米議会調査局、クアッドで韓国など、伝統的同盟国を阻害する、可能性も米国が中国を牽制する性格を持つ、四カ国安全保障協議体、クアッド・クアドを強化している中、 これに参加していない韓国など他の同盟国が、疎外感を抱く、可能性があるとの指摘が出ている。米議会調査局、CRS は6日、クアット、米国と日本、インド、オーストラリアの安保協力という報告書で、クアットは、地域内の他の国々を排除し、伝統的な二国間同盟を阻外する、可能性があるとして、韓国を例に挙げた。CRS は、 同盟国である韓国は海上の利害関係や増進中の海軍力を持つ民主主義国家だという説明に符合するがクアッドには入っていない中国の反感を買うクアッドに含まれることを嫌がっているようだが同時にクアッドから外れていることが苛立ちチェイフになる可能性もあると説明した一方日本は韓国の不在を喜ぶ状況だとしている CRS は 日本の政権の立場では韓国の不在がクアットの追加的なメリットだと見ることもできる。韓国と日本は緊密な韓米美三角協力を奨励してきた米国に何度も抵抗してきたクアットは日本の自衛隊が米軍と合同訓練をさらに行うことができる新たな機会を提供したと書いている。クアットは米国の伝統的同盟国である日本とオーストラリアに 非同盟国の地位に固守していたインドが合流して構成された協議体だ。反中戦線を構築中の米政府は最近、クワットに韓国、ベトナム、ニュージーランドなどを追加するクワットプラスを構想していると伝えられたが、韓国は参加に否定的だ。文大統領が歯科治療12本目のインプラント韓国のムンジェイン、ムンジェイン大統領が最近、 ハウス本を抜いていたことが10日までに分かった。青瓦大、韓国大統領府の官民速報道官はこの日、大統領は最近、歯科治療を受けた年、ただ、罰歯なのかどうかは、大統領の健康に関する事項なので確認はできないとコメントした。前日、青瓦大主席、補佐官会議で、文大統領の冒頭発言の発音が普段より不正確だったという声が上がった。 これに反応し、青瓦大がわずか1日で、歯科治療を受けたのは事実と伝えたのだ。文大統領は2003年、ロブゲンのムヒョン政権の青瓦大民情主席として勤務する頃から歯の痛みに悩まされ、1年で歯を10本も抜いた。その後、民主党の前代表として16年4月の総選挙を戦った後、歯を1本抜き、計11本をインプラントにしたと言われている。 大統領就任初年の17年には追加のインプラント治療を受けた。文大統領だけでなく、歯の受難で悩む聖画台の幹部級ブレインも複数いる。ロヒデト氏の四民大統領秘書室長は最近過労とストレスで歯を数本抜いたことが分かった。イム・ジョンソク元秘書室長も聖画台で1年8ヶ月間勤める間に歯を6本抜き、インプラントにした。